はい、ということで、続きでやっていきましょうかね。ロックマン6実況。さあ、ステージセレクトからの、さあ、最後、ヤマト、行きましょう。トマホークが、割と、ちょっと余裕だったな。簡単でしたね。あー、ヤマト。ヤマト、攻撃力199。やっぱ高いんだね。さすがヤマト。あぶね、変なことしなきゃよかったって今後悔するかしないかよくわかりませんけど何が言ってんだよ時間かかる、こいつ倒すの時間かかる。で、息アップ、まあ息アップゲットすっか。へいへい、ありがとうございます。なんか落としおる、爆弾怖すぎ、怖い。下から来ない、下から来ない、下から来ない、下から来ない。避けた。上は回復、全然関係ないさて、うわっ、なにこれ、気持ち悪い、気持ち悪いな今のロボット、好きになれんわ。で、ここでノーマルに変えて、で、ここは下、下でいいのか、あれ？あ、まあ、とりあえず、いいか。上じゃなきゃダメっていう理由あったっけ？ここ。よいしょ。はっ、OK。はい、あれ大丈夫かな、アンチじゃねえのかよ。これパーツゲットできるかなこっちで大丈夫だったかな。まあとりあえず弱点を知りたいでごじゃるね。はい、出た。シルバーはどうなのよ。あー、シルバーだ、やっぱりだわはい、もう今回勝つわ余裕シルバートマホークでしたか。まあそうだよね、なんかヤマトとナイトは絶対なんか関係あると思ったもん。あ、ナイトじゃねえ、トマホークじゃんバッカ、今何バカなこと言ってんの。ワイスピア、ヤマトスピアか、ヤマトの槍、ありがとうございます。さあ、ということで、あれはゲットできなかったね、ビートパーツ、ビートパーツゲットしに今から行きます。そこはちょっとカットかな。うん、で、トマホークが、ヤマトに聞く。よし、
はい、じゃあステージセレクトじゃねえ。で、ミスター X 出てきたんだけど、一回ヤマトの行きたいと思います。よっしゃー、倒した。いい感、このステージでいい感ゲットして、いい感で回復したな。ていうか、なんか2回目やってみたらさ、なんか夕焼けみたいに、なんかちょっと空が変わっていたような、背景がちょっと変わっていたような気もしたけど、気のせいかな。さあ、ヤマトスピア&ビート E パーツ、よし、ゲットしたぜ。いいね、いいね、いいね。さあ、ステージセレクト。さあ、ビートパーツ全部ゲットして、まあ完了なんだけど、ミスター X ステージ、これかな、行きましょうか。行きましょう、ミスター X。 うわ、ダッセダッサ大きく X になってる、気持ち悪ちょっと、おお、いいね、夜景とか、なんかビルとか。これは一応ワイリーステージ扱いなのかな。あれ、でもオープニングに映ってたの絶対ワイリーだよな、あれ。違うのかな？ヒゲモジャだったぜ。だって普通に。普通にヒゲモジャだったらもうあいつしかいないだろう。ほい！くそ、かわすつもりだったのに。ちくしょう。やっかーい！ジェットだな。よし。うわ！上がらないように調節しようと思ったのに。くそ。これカービィみたいにさ、あの月からさ、入り口とか入れないの？関係ねえか。カービィにそういうギミックあったよね。月に入るっていう。そう、ダメだったか。よし、あいつの倒し方わかった。カモン、ゴーゴーゴー、よいしょ。だからジャンプできない、2ボタン押してんのに、なぜ。はいはい、うまくできん。多分これもしかしたら長丁場になりそうだな。こここうして、こう、ここにいて、こうして、こう。分かった分かった分かった。はい、あれもなかなかうまくかわせないんだよな。悔しい。それが悔しい。よし。ふう。なんとかあいつを倒さずに。よし、登れた。なんとか。うわ、なんだろう。パワーかな。なんやその動き。なんやその動き、きしょいの。ちょっと待って、怖いんだけど。ちょっと上行ってみるね。うわー、どっちだろう。あ、そう、ビート、何してくんの。もうビート、ビートってもしかして5と同じだとしたら、あんまりどうでもいいな。
あれジャンプで当たるだろう。どうしよう、あれどうしよう、当たるよな。ジェットか。ジャンプ、空中でも入れ替えることはできるか。厳しい。くそ。あーやべ。ストレス。いやっほーい。見てくれてありがとうございました。グッドボタンかバットボタンどちらか押してください。チャンネル登録よろしくね。通知ボタンもお願いします。